産業院教育経営支援部門の北岡と申します。よろしくお願いいたします。本日はまず私の方から、東京大学産業院で実施しております、次世代産業人材創出プログラム、企業人材育成プログラムの今年のご紹介からさせていただきまして、あとには株式会社専門ジャンボにつきまして石川さんよりお話しいただきます。よろしくお願いします。私ども産業院では2019年より次世代産業人材創出プログラムと運営しております。こちらの実際に産業を起こせる人材を大学で育成したいというところで始まったものですけれども、ここに書かれてます通り、ミッション、気づきと探求、顧客ニーズの理解、企業社会システムの理解と実践ということを柱を立てて、これにまつわる事業を展開させていただいております。こちらまずご紹介させていただきます、企業指導という事業に関してですけれども、徳島まずは企業人材の皆様に、ですね、徳島大学産業院の客員教授をお越しいただきながら、事業を展開させていただいております。もうすでに5月9日が廃止しておりますけれどもですね、今年の大きなポイントとしましては、昨今、話題に残っております誠高専の大倉校長にお越しいただき、5月23日ですね、来週にご登壇いただく予定となっております。それ以外にも、株式会社メディアドゥの藤田社長ですとか、電脳コースの近藤社長といったような徳島の企業人材の取り組みにつきましてお話しいただきながら、なぜその皆さんが企業に至ったのか、何を目指しているのかということにつきまして、学生の皆さんにお話しいただき、ディスカッションいただくという事業を提供しております。また充電から行っていますこのような事業、これは実際事業創造入門という事業ですけれども、実際の事業枠で展開している事業でございます。学生の皆さんに、皆さんがしたいことは何なのかということを考えていただきながら、それを事業としてビジネスと考えてみたらどのようになるのか、誰を幸せにするのかを考えていただくというような事業になっております。また先ほどご紹介させていただきました株式会社メディアドゥの藤田社長が徳島でされています TIB 徳島イノベーションベースという取り組みがございますけれども、こちらにですね、学生の皆様もご参加いただくことで事業としてさせていただいているのをテクノロジービジネスという事業がございます。この黒い赤い丸を気にしないでください。勝手に動いてます。6月から開始となっておりますけれども、月例会にご参加いただくことを事業としておりますが、単純に参加いただくだけではなく、2月にはですね、実際にこの月例会の場でプレゼンテーションを行っていただくということをさせていただいております。まずこの中でですね、 TIB の皆さんとディスカッションしながら学生のビジネスプランを練っていただいているという場になっております。でこのような、取り組みの中、事業の中で本当にちょっとビジネスについてちょっと体験したい、取り組んでみたいという学生さんのために、このような実際事業創造実践というプログラムを提供しております。こちら以前こちらの、ですね、記者会見の場でもご紹介したと思うんですけども、今年も8月から、実践を開始しております。で10月にはですね、実際 のビジネスですを EC もしくは模擬店、学生の模擬店という場で実践していただく予定になっております。でこのような取り組みを通じまして、本当に自分自身が事業を実施したい、ビジネスを起こしたいという学生さんのために、私ども大学としてはスタートアップサイトユーティアという場を作りまして、適宜相談をしていただきながら彼らの取り組みをサポートさせていただいております。まずお話したいセボンジャンボさんにつきましても、我々のスタッフが継続的にサポートをさせていただいているところでございます。はい、私からは以上ですので、次に石川さんにお伝えします。徳島大学大学院創生科学研究科生物資源学専攻の博士前期課程1年石川玉樹です。特大発ベンチャーセボンジャンボのこれまでとこれからについて発表させていただきます。よろしくお願いします。生物資源産業学部畜産科学研究室に、研究室は石井農場にあり、アニマルウェルフェアに準拠した豚舎と食肉加工研究室があります。ここでは豚の飼養研究から豚肉の分析や加工までを一貫して学べる国内でも類を見ない研究室です。私たち学生も豚のストレスを軽減する研究や腸内細菌層の研究を行っております。私たちは自分たちで育てた豚を原料にして、6次産業化商品である特大ハムを製造して、2020年から石井町のふるさと納税の返礼品にも採用いただいています。これが実際の特大ハムの実物になります。特大ハムは1頭ずつ個別使用をしているため、トレーサビリティの確保が可能です。
また製造方法にもこだわっており、長期遠赤熟成を行うことで味に深みが出るように手間暇かけて製造しています。調味料も徳島県産にこだわり、あわわ三本糖とナルトの渦塩を使用することで優しい塩味と甘さの商品になっています。このような安心安全だけでなく、徳島がいっぱい詰まった美味しい食肉製品を全国の人に提供したいと思ったのが企業を志したきっかけです。企業への思いを昨年度のキャンパスベンチャーグランプリ四国大会や徳島創生アワード2022プラン部門でプレゼンテーションさせていただき、素晴らしい賞をいただくことができました。コンテストの際にお会いした起業家の方々にはアドバイスをいただいたり、さまざまなご支援をいただいております。またこのような良い結果が出せたのも、指導教員の森松先生や研究室の後輩をはじめ、産業員、教育、経営支援部門の先生方のおかげだと思っています。皆様のご支援をいただき、株式会社セボンジャンボンを4月21日に設立いたしました。セボンジャンボンはフランス語で美味しいハムという意味があります。そんな王道を行きたいというネーミングから、ロゴでは王冠のシンボルに3つの星を入れています。最高を表す三つ星はもちろん、セボンジャンボンの3つの特徴、アニマルウェルフェア、徳島の幸、トレーサビリティを表しています。特大ハムを大学から仕入れてウェブ販売を行いますが、徳島県内のレストランなどでもご使用いただければと願っておりますので、ぜひご関心のある方はご連絡お待ちしております。私たちは徳島がいっぱい詰まった特大ハムをたくさんの人に知ってもらいたいと思っています。そのためにはこの商品の特徴、魅力をしっかり伝えて、美味しいハムの日本代表になっていきたいと思います。皆様ご支援よろしくお願いします。